ジャニーズ事務所はきのうジャニー喜多川による性加害に関する一部報道と弊社からのお願いについてと題した新たな声明を公表この中で性加害に関する事実認定については再発防止特別チームと被害者救済委員会に委ねているため個別の告発内容については社としてはコメントを控えていると説明しています。その上で、 被害者でない可能性が高い方々が本当の被害者の方々の証言を使って虚偽の話をされているケースが複数あるという情報にも接しておりこれから被害者救済のために使用しようと考えている資金がそうでない人たちに渡りかねないと非常に苦慮しておりますとも述べ報道機関に対し十分な検証をして報道するよう求めています。